千の輝く太陽とは、2007年5月22日に、アメリカで発表されたカーアレドホステイニによる小説。カイトランナーに続く、第2作で、前作では少年たちの友情が描かれたが、本作では過酷な環境を生き抜く女性たちの姿が描かれている。日本では2008年に、早川書房から出版された。本書のタイトルは、イラン人の詩人であるサイベタ・タブリジノ氏。 カブールの一節から来ている。舞台は1960年代から2000年代のアフガニスタン。不義の子として生まれた少女マリアムは母親と共に粗末な小屋で暮らしていた。両家の出身である父親は週末を訪れ話をするだけで彼女を他の兄弟たちとも合わせず自身の経営する映画館にも連れて行かない。15歳の時のある日、マリアムは 母親の反対を押し切り、父の屋敷を突然訪れる。結局迎え入れられることなく帰宅したマリアムは、マリアムが出て行ったことを悲観した母親の自殺死体を発見する。天外孤独になってしまったマリアムは、他の親族はもちろん信頼していた父親にすら裏切られる形で、30歳以上年上の相手との望まない結婚によって家から出される。 夫となった人物ラシードは気難しく、最初は優しかったものの何度妊娠しても、流産してしまうマリアムに愛想をつかす。また、男性優位思想の持ち主でもあるラシードは、何かあるごとに、マリアムに暴力を振るう。同じ居住区にて、若く聡明な女性ライラは幼馴染であるタリークを、次第に異性として認識するようになる。しかし次第に激化する戦争が原因で、 タリークの家族が街を出ることを決意し、二人は離れることとなる。後に、ライラの家族も街を離れることとなるが、準備の際に、家がロケットによる攻撃で崩壊。ライラも家族を亡くしてしまう。大怪我をしたライラを助けたのは、マリアムの夫ラシードであった。ラシードは、若いライラに求婚し、ライラも身寄りがないことに加え、タリークの子供を妊娠していたためそれを受け入れる。 マリアムは当初ライラに冷たく当たるも、ライラに娘のアジザが生まれたことがきっかけで次第に親密になる。一方でラシードはライラが娘を産んだことで、会議的になり、ライラにも暴行をするようになる。三人は、ラシードの元から逃げ出そうと計画するもラシードに発覚し、激しい暴行の後放置されアジザが死にかける。数年後、 ラシードとアジザの間に息子ザルマエが生まれる。タリバンは勢力を増し、かつて豊かだった。ラシードの仕事は状況が厳しくなる。頼みの綱としてラシードはマリアムに実家に金を要求させる。しかしすでにマリアムの父は死んでおり、マリアムは以前訪れた彼に会わなかったことを後悔する。ラシードはマリアムの父を肝心な時に役に立たないと激しく罵る。 アジザは、孤児院に入れられる。ある時ライラは、突然、タリークと再会する。タリークはライラを、心配し、迎えに来たのであった。再会を喜んだのもつかの間、そのことがラシードに発覚し、ライラが殺されかける。マリアムが止めに入るも失敗し、ラシードが拳銃を取り出したところでマリアムはスコップで、ラシードを撲殺する。ライラは、 マリアムと共にタリークの元に逃げることを提案するが、マリアムは拒否し、自分がラシードを殺したことをタリバンに告白し、処刑される。ライラはその頃アジザ、ザルマイと共に、故郷カブールを離れ、タリークのいるパキスタンへ逃亡した。パキスタンの政権崩壊後、一家はアフガニスタンに戻り、マリアムの故郷を訪れる。そこでライラは、 マリアムの父が彼女に渡そうとした映画ピノキオのテープや手紙を見る。ライラとタリークは孤児院を再建し、ライラは教師として働き始める。その頃ライラは三人目の子供を妊娠し、その子の名前を決めようとするところで終わる。ありがとうございます。